ちゃ。こんにちは。はい、豊さん。はい。今日もクライマックスシリーズ熱い戦いが2試合ありましたが、そうだね、はい、はい、まあ結果から言うと、はい、もう皆さんも知ってると思うけども、うん、もう決まっちゃいました。はい、日本シリーズ、ね、ただ試合は振り返っていきたいと思います。はい、はい、ということで、ね、はい、はい、まず今日のオーダーから。まあオーダーはね、全く変わらずというヤクルトはね、もう変える必要もないし、みんななんかこうバランスよく状態がいいという、うん、で、まあピッチャー原樹里というね、はい、こと、それと巨人の方は大きく変えてきた。そうですね、まあ、1番に吉川、うん、亀井の1、2番、はい、まあ、坂本丸、ウィーラーっていうのは変わらず、まあ、大城がキャッチャーに入り、広岡がサード、松原、1番打ってた松原を8番に下げたと、はい、でピッチャーはメルセデス、はい、まあ、ここら辺のスタメンはね、うん、もう苦肉の策というかさ、もう やらなきゃいけないから、うん、なんていうの、これはなんて言うんだろうな、まあ、指揮官の勘とか、はい、まあ、状態のいいバッターをこう並べたというかね、うん、まあ、つながりを考えて、もうこういう風な布陣で行くしかないという、はい、うん、ことになったんだろうね。ということで、はい、今日のピッチャーね、はい、はい、ピッチャーを見ていきたいと思うんですが、はい、まあ、原樹里、巨人戦1勝0敗、非常に防御率がいい、1.59、うん、やっぱりこう今までは縦の変化だったんだよね、はい、まあ、奥川、うん、高橋、はい、まあ、横の変化というよりも縦の変化を使うピッチャー、うん、でも原は今日は横の変化を使うピッチャーなんだよね、はい、で立ち上がりも良かった、はい、まあ、非常になんかこう、まあ、余裕があるというか、うん、カチカチできてるから、まあ、気分的にもちょっと余裕があるよね、はい、まあ、そういうことで立ち上がりも良かったんだけど、うん、2回大城の打球が直撃して降板、はい、アクシデントありました。アクシデント、それまで良かっただけに、はい、まあ、非常にもったいない降板だったなという、はい、で一方メルセデスでヤクルト戦1勝1敗防御率が 5.14、うん、で5回までノーヒット、うん、6回まで投げ、まあ四死球が4と少し多めだったけども、球数が少なくテンポも素晴らしく良かった。だからなんか今年一番のなんかピッチングを見せてたんだよね。はい、もう、うん、このこれまでのデータとはまた違ったことになってますね、うん、ただ 5.14 という防御率をちょっと覚えておいてほしいんだけどもね、はい、さあ試合に行くよ。はい、で結局2対2の引き分けでファイナルステージをヤクルトが勝ち抜いたということになるんだけども、はい、まず、3回ファイナルステージ 初の先制点、うん、これ坂本が取るんだけど、はい、犠牲フライで1打席目にシュートを、原樹里のシュートを腕にぶつけられてんだよね。うん、で1、3塁からもう外1本もうインサイドには来ないという踏み込みでセンターフライに犠牲フライを打ち上げた、はい、これで先制点を取ったということね、はい、だからまあ読みも見事だったし、まあヤクルトバッテリーからするとすごく1打席目のデッドボールが効いてるだけに攻めにくかったと思うし、うんうん、まあ坂本は読みやすかったと思うよね、はい、はい、で2回に大城の打球が当たった原樹里に代わって、ここから5回まで金久保っていうピッチャーが投げるんだよね、はい、緊急登板という形で、うん、で金久保から1点を取るんだけどさ、はい、でもやっぱ良かったね、緊急登板の割にはすごく向かっていく気持ちもあったし、はい、なんか素晴らしい急遽登板でね、1点に抑えるっていうのは素晴らしい投球だったというふうに言ってもいいと思うよね、はい、でノーアウト1、3塁強化が1塁ランナー、はい、その時に偽装スクイズをやるんだよね、はい、初球に。でその間に広岡が、セカンドベース盗塁を試みる、はい、でそれが成功してノーアウト2、3塁になるんで、うん、ここで松原で、松原がチャンスの時の先頭バッターっていうのがすごく大事でね、うん、でそこでね松原がねインハイを振って空振り三振取られるんだ。でもその時のリードを見てるとやっぱ中村のリードっていうのは素晴らしかったね。で読み通りになったんだけどさ、松原ここでインハイが来ると振っちゃうし三振するなって。でもこの回松原、メルセデス、吉川に回るんだよね、うん、で先頭バッターの松原が三振しちゃったんだよ。そしたら次のメルセデス2球で追い込まれた。だから何にもできないんだよ、うん、でもとにかくメルセデスも一か八かで振ってくるんだけどさ、はい、フォークの
ワンバウンドだったら振っちゃうなと思ったらその通りになったんだよね、はい、でやっぱ松原が先に1点でも取っとくと全然変わったんだけどもさ、やっぱこれだんだんプレッシャーがきつくなってくるからね。で吉川がレフトフライという打ち取られて、チャンスがありながら得点ができなかった。ベンチは手を打ってんだよ、ゲッツがないように偽装スクイズで遅らしといて、はい、2、3塁という打ちやすい場面を作ってるんだけども、なかなかやっぱ僕バッターの状態が悪かったということだよね。そういうチャンスがあってジャイアンツが逃したから流れが変わるなっていう風に思ったの、はい、でもメルセデスはここまで1本のヒットも打たれてないんだよ。そうですね、5回までノーヒットですから、うん、そう、はい、で4回にはフォアボール3つで、はい、2アウト満塁まで行くんだよね。はい、そこで中村、中村ってやっぱこうヤクルトの中でのキーポイントを握ってんだけど、はい、だからまあ初球をねセンターフライ、まあいい当たりだったんだけど、やっぱ流れを変えさせなかったんだよメルセデスが。だからそのぐらいなんか非常に良かったんだよね。うん、うん、もうで危なかったですもんね、 そこの裏で点が入ると、うん、で6回にメルセデスを下ろすんだよ80球ぐらいで、はい、ワンヒットだよ、はい、で0点で抑えてんのに変えちゃうんだよ。それはもうもともとそういう計画だったっていうことですか？それはちょっと後で話してもいいかな。はい、で7回、はいね、この場面だよ。ワンアウトから、はいね、送りバントをする。オスナがセンター前ヒット打つ、はい、ダイソーで渡辺が出てきて、はい、ワンアウトからでももう同点でもファイナル勝ち抜けだから。そうですね、うん、はい、だから西浦に送りバントさせるんだよ。はい、2アウト2塁代打川端、はい、川端がやっぱフォアボール取るんだよ。でランナーを詰めていく、はい、これは何で勝負をするかというと塩見も当たってる、うん、だから川端と勝負しなきゃいけないんだけど巨人のピッチャーデラロサが勝負できないんだよ川端に、うん、ほんで塩見にもデッドボールをフォアボールを与えると、はい、だから連続フォアボールで、満塁にしちゃうんだよね、はい、2アウト満塁、うん、これ1本の送りバントで非常に追い詰めていくんだよ。うん、青木を迎えた時に中川をピッチャー交代するんだよね、左対左に持っていく、はい、その初球をベテランだよな、絶対初球から取ってくるっていうような確信があってレフト前に打つんだよね。それが逆転につながる、はい、じゃあなんでここまで高騰してたメルセデスを変えたのか、はい、防御率が何点だった？5.14 ですね、ね、うん、やっぱりねメルセデスを信用できないんだよ、うん、今までずっと良くて突然信じたばっかりに逆転されるとかあったから、やっぱ7、8、9はもうリリーフで行こうっていう風に思ってたんだと思うんだよね、うん、だからそれに応えられないリリーフ陣がやっぱ巨人の弱さだったのかなっていう、うん、だからメルセデスを変えるっていうのも、はい、やっぱ1シーズンをずっと通して見てたら分かるような気がする。なるほど、今日は良かったよ、でも予想以上に良かったんだと思うよ。だから変えにくかったと思うんだけど、はい、今までシーズンの戦ってる姿、メルセデスの投球だから信用できないんだよね。なるほど、だから変えたんだと思う。これはもう仕方ない。やっぱこうベンチで選手を預かってる、もう監督がずっと見てきたことだから、うん、だから信用できなかったんだと思うよ、うん、もう変えるっていうのはもう仕方なかったのかなっていうふうに俺は思うけどね、はい、ということはその交代というふうになった時も、うん、あれっていうよりはた、うん、あそろそろなんだなっていう方が、そうだね、ただ、うん、はい、今日のメルセデスの状態を見ていて、まあ、対戦していたヤクルトのバッターたちは、はい、変えてくれてラッキーだっていうふうには思ったはずなんだよ ね、うん、そうですね。これはやっぱり1安打しか打ててないわけだから、はい、あこれはラッキー。でも巨人のベンチの方は今までそういうことはたくさん見てきたと、ね、だから変えたという、そこの思惑が両チームでこう裏目に出たというか、うん、まあまあ心理戦だよね。そうですよね。だからまあ高津監督はワンアウトからでも同点を狙って送りバントをして、はい、川端を送り込み、うん、ね、次は塩見だから絶対ここでは川端と勝負をする、うん、でもピッチャーは勝負できない、川端怖くて、で塩見も当たってるフォアボール、はい、で青木に仕留められるみたい、うん、だからここら辺のなんかベテランがさ
いや素晴らしかったなと思ってさ、うんうん、で6回にさワンアウト一三塁、はい、これ村上サンタナって凡打してんだよね、はい、まあ、それだけにここの送りバントっていうのはもう執念を感じたの、この2点っていうのはね、ヤクルトの今年のなんか強さを象徴してる2点というか、うん、チーム一丸となってベンチがいるものもね含めて1点を取った。だけど巨人もやっぱり意地がある、うん、三塁から広岡が、はい、ね、内野安打で、まあ、ヘッドスライディングして同点にはなしたけど、うん、だけどやっぱ勝たないと抜けれないということでね、でも気持ちがすごく出てたし、うん、ね、まあ素晴らしい、なんていうかな、まあ接戦というか、うん、まあ、巨人らしさがあんまり出なかったね、うん、クライマックスシリーズファイナルステージだけどもさ、はい、まあヤクルトの方は奥川、高橋、まあ、原樹もそうだし金久保とかさ、まあ本当ピッチャーがよく育ったなっていう、うん、そういうところは見れたね、うん、で終わった後に印象的だったのが、はい、坂本が泣いてたね、亀井ともう野球ができないと、今日は亀井が事実上最後の試合になった、そうです、あのそういう思いも坂本はあの持ちながらゲームをやってたとね、うん、はい、まあそういうお互いに、まあヤクルトはまだ先があるからさ、はい、まあ、巨人は今シーズン終わったんだけど、でも幾多の感動もね、うん、もらったし、はい、原監督のなんかこう素晴らしい采配とかね、そういうこともなんか目に焼き付いたし、うん、脳裏に残ったし、はい、坂本のなんかこう先輩を思う友情とかさ、はい、まあ、そういうこともね感じたし、はい、ね、まあ、そういうことで、ということで日本シリーズは、はい、ヤクルト対オリックス、はい、まあ、優勝同士のね、そうですね、リーグを制覇したチーム同士の日本シリーズということで、うん、でお互いが最下位同士なんだよね、昨年ということもありましたね、うん、でチームは2チームとも明るいというノリがいいという、はい、だから非常に楽しいなんか日本シリーズになりそうだなという、はい、まあ、今日ヤクルト戦はこうファイナルステージの試合を追って話をしたけども、オリックスはね最後小田っていうのが、はい、ノーアウト 1,2 塁チャンスを作ったんだよね、うん、それでバスターでサヨナラを決めたんだよ、サヨナラというか同点かな、はい、決めてオリックスも今日同時に日本シリーズで駒を進めたという、はい、ね、ロッテもね、マジックが出ながら、うん、苦しいマジックだったと思うよ、はい、でもよくなんか昨年のね得点が取れないっていうところを克服しながら、まあ、粘り強いチームを作ったよね、うん、だけど、まあ、日本シリーズは出れずと、はい、ね、まあ、ヤクルト対オリックスなんか新たな風が吹いてきたという ね、 そうですね、なんかちょっとおっていう新鮮な組み合わせな気がしますね、そうだね、うん、はい、一試からツーアウトランナーセカンドを作るとかノーアウト一二塁バスターで決めるとかね、なんかこう策士が見えそうな、うん、うん、なんか楽しみな日本シリーズです、はい、ね、そしてオリックスは山本投手、うん、だから山本と奥川が、はい、そうですね、最初に投げ合うのかなって、そういったところも見どころで、まあそうだね、またヤクルトの打線がそれをどのように攻略していくんだろうっていうのも楽しみですね、うん、そうだよね、本当だよね、うん、どういう作戦を練ってくるのか、そうですね、うん、まあとりあえず楽しみにしたいと思います、はい、はい、まあ今日でね終わった、うん、巨人とロッテの皆さん、本当に1年間お疲れ様でした、はい、まあゆっくり休んでね、うん、また来年に備えてください、はい。